いきなり始まりましたのるんチャンネル。このコーナーは毎回先生をお呼びして皆さんからのお悩みに簡潔にお答えするコーナーです。今回は下野博先生です。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のお悩みはひよこネームほうちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。私は下野さんのファンというだけで周りからいじり倒されます。どうしたらいいですかということなんですが、下野先生いかがでしょう。そうですね、そうですが何かという言葉を全部つければいいんじゃないかな、語尾にと思います。なるほど。下野さんのファンということはね、もう一生消えないんですから、皆さんはそこをね、自分の罪として受け止めてください。罪じゃないです、その思いを大事にしてください。のるんチャンネル次回もお楽しみに。